これ誕生日当日の私のお洋服と私が作ったパンとペコラで、これ本当にすごいと思ったポイント言ってもいい？このさ、耳のイヤリングとかもそうなんだけど、横にほくろあるじゃないですか。これ私と全く一緒なの。ここにね、私2個あって、これ勝手にあのよくここ突っ込まれた時は、あ、ちょっと昔ちょっと吸血鬼に食われてる実は吸血鬼の末裔でとかでよく言ってるんだけど、それとかもめちゃくちゃ、なんか最初私あれゴミついてるのかなスマホにって思ったら、めちゃくちゃそんなとこまで見てくれたんだと思ってね、すっごい嬉しかった。